カルカンまんじゅうカルカンは、鹿児島県をはじめとする九州特産の和菓子である。名前の由来には、諸説があるが、軽いこという意味であるともされる。本来はウイロウなどと同じく竿物菓子であるが、近年は、まんじゅう状として、中にあんを仕込んだ、カルカンまんじゅうの方がより一般的になっている。原料として、砂糖、カルカン粉、山芋、水を用いる。重量比は6。 五、四、三程度。カルカンコは、米粉の一種で、うるち米を水洗いして、ひびを作り、粗く引いた粉で、鹿児島県内を中心とした、数社で製粉され、市販もされている。山芋については、長芋などよりも自然薯が適しているとされる。このため原料となる自然薯が、不作の年には、値上げを余儀なくされたり生産そのものが困難になる、場合がある。材料不足。 粘土不足の場合、卵白を加え入れる例もある。山芋は皮を剥いてすりおろし、水を少し加えて、ゆるい液にする。これに砂糖を加え、徐々に残りの水を加えながら混ぜて均一にする。最後に、カルカン粉を加え入れて混ぜる。混ぜた生地を薄い容器に入れて20分以上蒸し、弾力性のある白色の半スポンジ様に仕上げたのが、カルカンである。食べる時には切り分ける。 一般的な市販のカルカンは水分が約40%、糖度は約40%、気候率が約1.3立方センチメートル G となっている。中に小豆餡を包んで丸く成形して蒸し、カルカン饅頭にする場合は水を減らしてあや硬い生地とし、こねるようにして混ぜておく。カルカンは上京3年から正徳5年頃に薩摩藩で誕生したとみられ、 聖徳5年の藩主用の献立てには、洋館などと共に、カルカンの記載がある。薩摩藩で、カルカンが成立した要因としては、原料の山芋が、藩内のシラス大地で自生し、琉球や奄美群島で生産される砂糖も、入手しやすかったことなどが挙げられる。一方で金製の砂糖は高級品であり、天明6年に、菓子類の値下げが発令された頃には、カルカン一箱は、 日本酒一都と同程度の価格だった。その後、共和元年の三船奉行の食事の記録にもカルカンの名が出ている。なお、20世紀後半までは、島津成明が江戸から招聘した赤市出身の菓子職人、矢島六兵によって安政元年にカルカンが考案されたという説が一般的だった。カルカンの誕生が安政以前に遡ることは明らかになったものの、 誕生当時のカルカンがどのような品質のものであったかについては記録がなく、矢島六兵衛はカルカンに何らかの改良を加えたのではないかとする説もある。矢島六兵衛が出身地を店名として創業したのが現在も続く菓子保のアカシアである。現在では鹿児島県内の多数の菓子保で作られているほか、家庭でも作られている。また、 宮崎県でも鹿児島県産のカルカンが広く販売されるとともに県内でも製造されている。さらに大分県別府市の菓子保でも昭和27年以来カルカンが製造販売されており別府を代表するメーカーとなっている。福岡県などにもカルカンを製造販売しているメーカーがある。最近は関東や関西でも生菓子の一種類として 使われるようになっている。鹿児島県には、ふくれ菓子や、ふくり缶などと言われる黒砂糖、小麦粉、重曹を用いた一種の蒸しパンがあり、カルカンを参考にしたとも言われる。奄美群島の沖の選ぶ島には、雪見酒という、類人の形状用さお菓子があるが、こちらは、うるち米の粉ともち米の粉を混ぜて使い、小粒の黒砂糖を混ぜ込んで蒸し、ぶち模様ができるようにする。 ありがとうございます。